はい、それではシドリング記者会見始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、わざわざお忙しいところを集まりいただきありがとうございます。7月11日の20周年記念大会から早くも2ヶ月が過ぎようとしているんですけれども、どうですか？早いですね。早いですね。早いですか？早いですね。はい。それでね、おかげさまでシードリングも旗揚げしてから1周年を、そうですね、ことができて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なので、20周年を迎えてから初の興行なんで、また、はい、はい、新たな世界を作っていきましょう。はい。七重丼。七重丼だね。どうですか？はい。そうですね。この2ヶ月の間にいろいろありましたね。いろんな団体に出て、でも極めつけはカンボジアですよ。ああ、カンボジア。カンボジアに行ってきまして、はい、カンボジアの子供たちにプロレスを見せたいという夏木さんの夢を叶えに行ってきたんですけども、もう本当に素晴らしい国で、もう自分も本当心から行ってよかったなと思うし、今度はもっと、ね、大きくなってまたカンボジアに今度みんなで行きたいですよね。あれ、ね、藁の上でやったんですか？そうです。藁。で、ジムでもやって、2試合やって、もう本当に大盛り上がりで、皆さんもまた来てほしいっていう声をいっぱいいただいたんで、なんかまた次は2試合、3試合とかやれるように、はい、なんか作っていきたいな。そうですね、ここからまたなんか広がったらいいなと思ってます。海を越えていこう。そうですね。ですからね。はい。はい、ということで、はい、まあ、20周年を迎えまして、21年目の目標として私は世界一という目標を、掲げたんですけれども、私の目標、それはすなわちシードリングの目標であるということで、9月28日の大会の裏テーマというか、まあ、テーマとして世界へシードリングごとジャンプアップというテーマを軸として、今回燃え上がるカードを組まさせていただきました。で、本日発表させていただけることとしまして、一つは対戦カードの方と、そしてもう一つはアメリカの団体 ROH の女子部門である WOH とシードリングの提携が決まったことをお知らせさせていただきます。じゃあ、お仕事だ。はい、ます。はい、せーの、はい、WH、 はい、これはですね、はじめかシードリングの目標である C 海を越えるという目標のもと、いろんな 団体じゃない、海外に進出してきたんですけれども、私が ROH に2度去年と今年参戦させていただきまして、オフィスの方と話をしたんですけれども、来年 ROH が女子部門の世界大会を開くのにぜひ出場しないかという話もいただいたこともありまして、世界の名のつくところにはどんどん進出していきたいという目標もありまして、この提携関係が決定いたしました。なので、今年9月が終わったら、10月16日もありますし、12月21日に後楽園大会もあります。なんかあとは来年の大会もやっていきますので、その中でなんかシードリングのオリンピックみたいなことをさ、やっていけたらいいですね。またなんか突然ですか、オリンピック？シードリンピックですよ。シドリオリンピック、どういう、はい、何ですか？いや、だから金メダルを取りましょうよ、世界の。うん、そうですね。そう、シードリングの価値観というか世界観をもっともっと強烈に創造していきたいなっていうのがありますので、はい、そうですね。そうなんですよ、ね、はい、C でしょ、 C を超えて、はい、もっとみんながてっぺん目指して、そうなんですよ、ね、死に物狂いに熱いなんかものを生み出していけたらいいなっていう思いがあります。シドリンピック、シドリンピック、名前わかんないですけど、なんかそういうことをやっていけたらいいなっていう展望がシドリングとしてあります。そしてその第一弾として ROH から、送り込まれてきた選手を紹介します。こちらのベーダ・スコット選手です。WH 所属、2011年デビュー、155センチの52キロという選手が、今回来日します。
まあ、日本にも何度か来たことがあるそうなんですが、その選手が来ることが決まっております。その、カードを発表させていただきます。 WH 提携記念試合といたしまして、ベーダ・スコット&木月葵 VS、浜田彩子&サリーというカードが決まっております。ね、どんな風を吹かせてくれるのか楽しみにしております。まあ、今後ともこちらの提携関係の方もご注目いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは順にカードを発表していきたいと思います。今日来てくださっている参戦選手もいますので、発表していきます。その前にまだ対戦カード未定といたしまして、井上貴子選手のシングルマッチも決まっております。対戦相手は決まり次第発表させていただきます。ということで、基本カードからハイスピードマッチを先日発表させていただきましたが、選手に来ていただいてますので、よろしくお願いします。お願いします。夏期待をプロデュースマッチ、藤本つかさ小林香穂対レオンつくしというカードを組ませていただきました。まず3人ともシードリング初参戦です。はい、その中でまずつくし選手は動きも良くて小柄なんですけど、すごい力強さもあって、このハイスピードなメンバーの中でより一層実力を発揮してくれると期待します。そしてレオンさんは第4代ハイスピードのベルトを巻かれていたこともあって、ハイスピードな試合が得意だと思っているんですけど、ハイスピードルールっていうのははずだと思うんで、それはどう対応していくのかっていうのをすごい楽しみに。あ、ちょっと待って、はい、ハイスピードルールって何？どんなルール？ハイスピードルール知らないですか？みんな。わかんないです。ホール、反則、場外のすべてのカウントが高速になります。そして投げ技などにより倒れてる選手にはロープを1往復してからじゃないとホールを認められません。でその場の回転技のホールは認められて、あとは関節技のギムアップはロープワークなしでも認められるっていうルールになってます。はい、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、そして、小林香穂選手も最近よく試合を見させてもらう機会が多いんですけれども、すごく素早い動きをして器用な選手だなと結構目をつけてたんで、今回、はい、ぜひということで楽しみにしています。お願いします。はい、あとは藤本塚選手はもう本当に毎回もうレギュラーでハイスピードマスターなんで、また今回もどんな戦いを見せてくれるかっていうのを楽しみですね。では選手コメントの方、久保ちゃんからお願いします。はい、はい、プロレスリングウェーブアスカプロジェクト所属の小林香穂です。よろしくお願いいたします。ハイスピードマッチというものをするのも初めてですし、シードリングさんに上がらせていただくのも初めてで、すごい緊張していて、ハイスピードっていうものにはすごくずっと興味があって、いやでも私なんかまだまだとか思ってすごい臆病になってた部分があったので、このチャンス、せっかくいただいたチャンスを絶対ものにして、ちょっとハイスピードといったら小林香穂みたいなこうものにこう変えていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。JWP 女子プロレスレオンです。今回シードリングさんのリングに初めて上がらせていただきます。ハイスピードといったら、レオンだと思ってるし、私の真骨頂なんで、それを皆さんにお見せできたらなと思います。そしてこのタッグマッチの3人の他の3人とは最近シングルで戦って、いずれもハイスピードで、クオリティの高い試合ができたと思って、すごく楽しかったので、この4人が揃えば、はい、今までにない最高のハイスピードの戦いをお見せできると思って今からワクワクしてます。そして夏希とは、さっきも言ったように、現役時代ハイスピードのベルトをかけて何度も戦ったんですけど、またこうして、ね、はい、違う形だけどこうやってまたリングの上で、はい、味わえるというか一緒にできるのが楽しみです。でも美味しいとこは持ってきません。自分もレフェリー立場からもう追い上げていくんで、はい、はい、楽しみにしてます。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、
シードリングさん初参戦のアイスリボンのつくしです。皆さんに言いたいことがあります。つくしのつは、つっかさんのつ、つくしのくは、クイックのく、つくしのしは、シードリングのし。おー、レオンさんも、かほちゃんも、なつきさんも、ななえさんも、大好きでーす。言っておきます。怖い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 。藤本司はシードリングのハイスピードの枠を常連だと思っているので、つくしはそこを狙っていきたいと思うので、この中で一番若いつくしがハイスピードしていきたいと思うので、よろしくお願いします。怖い怖いよ。怖いですね。怖いよ。ねとか言ってる。怖いよ。あ、見たことはないですし、初めて今聞いたんですけど、でも私はスピードにも本当、体力にもスタミナにも自信があるので、はい、私のためのルールだと思います。いや、そうですね、一回ロープワーク、一往復ロープワークしてからじゃないとホール取れないとか、ついついちょっと間違えてしまいそうで、ちょっとこう心配な部分はあるんですけど、いや、でも、そうですね、頑張ります。はい、自分はつっかさんのセコンドに何度かつかせていただいているので心配はないです。頭を使ってホールを取りに行きたいと思ってます。あ、じゃあここお願いします。ここお願いします。はい、続きましてカード発表させていきます。シングルマッチ、水波亮 vs 中島ありさ、亮選手よろしくお願いします。こちらの対戦は8年ぶり3度目のシングルになるそうです。水波選手が25日ウェーブさんの方でタイトルマッチに挑戦することが決まっているので、もしそこの日に体感した場合、団体のシングルチャンピオン同士の対決となります。それではコメントの方お願いします。はい、前回のシードリングでタッグで対戦がすごく久しぶりさだったので、楽しみにしていたんですけど、まあ、自分ですごくこう期待しているほどは、まあ、あまりやり合えなかったので、今回シングルということで、波女がどれだけのものなのかすごく楽しみです。はい、プロレスリングウェーブの水波亮です。まあ、中島とシングルをして最後のシングルから8年も経つんですね。8年の間、まあ、お互いなんか多分いろいろあって今ここにいて、で8年ぶりにシードリングというリングで、シングルを組んでもらって戦えるってことに、まずはシードリングっていう団体にますます運命を感じております。でさっきもあった説明があったんですけど、9月の25日の名古屋で自分はレジーナというウェーブのシングルのタイトルマッチに挑戦をします。でまあ自分はもう今波女を取ってウェーブのタッグチャンピオンのベルトも取ってっていうバンバンって結果を掴んできてるところなので、シングルのチャンピオンもこのノリに乗って取るつもりでいるので、9月28日のシードリングのこのシングルはウェーブのシングルチャンピオンと JWP のシングルチャンピオンのシングルになると自分は思って今ここにいます。なのでそのチャンピオン同士の試合っていうものはお互い多分負けたくないと思うんで、ね、私も絶対負けたくないんで、そういう試合になるとは思います。そういう試合になるとは思うんですけども、さっきの中島の波女がどういうものかっていう発言だったり、ちょいちょいなんかウェーブをバカにした言い方を中島はしてきてるなって私は思ってるんで、自分はウェーブって団体がすごい好きで、どっか出るときとかウェーブって名前があるときはウェーブを代表して一番出てるんで、そういうところをそうやってバカにされるのはすげえ尺なんで、まあそういった面も含めてこのシングルで全部ぶっ潰していこうかなと思っております。まあ、ウェーブを背負っているということだったので、まあ、そのウェーブを背負っている水波と、まあ、JWP を背負っている中島ありさんのどっちが勝つかっていうのをお客さんには純粋にその勝ち負けというの
楽しみにしていただきたいなと思うのと、あとはまあ今勢いに乗っている水波選手ですが、私も JWP の後楽園ホールで高橋流れに負けてから心身ともにかなり成長したというよりも変わったので、まあ、そういうところをこの高橋流れのリングで見せられるっていうのはすごく自分にとってもありがたいし楽しみな子ですね。JWP のホールで高橋流れを一生懸命応援してたお客さんたち、高橋流れの勝利を喜んだお客さんたちの前でその中島ありさの変わった部分を見せられるのがすごく今から楽しみです。まあ、高橋奈々を意識するよりも目の前の自分をまず倒してからそんなことを言えって感じですかね。その前にちゃんとベルト取ってきてくださいね。もちろんそっちも JWP のベルトチャンピオンとしてリングにすげえいい状態で上がってきてくださいね。当然だ。このシングル大会、フィオジュニアの二冠王座をかけて争ったことが多いですか。あ、それと、自分がまだ仙台ガールズにいた時にジャジャーマトーナメントっていう若手だけで集まるトーナメントがあって、そこでおそらく初めてシングルをして、その後に J の、 そのジュニアのタイトルマッチでやりました。シングル成績的にはどのぐらいの一生いっぱいじゃないですか。で もうそれは8年前の話なんで今は絶対違ってるんで、それはそれで過去は過去で今は今です。あ、そうですね、過去は過去で今は当然私が勝つと思ってます。まだ試合順は決定していないんですが、シングルマッチ高橋奈々対山下里奈2度目のシングルマッチ決定しております。はい、本日、会見に来られなかった山下里奈選手からのコメントが届いているので出させていただきます。去年シングルマッチをした時からずっと高橋奈々に対する情熱が止まらなかった。ただただ燃えている、なんか七重は世界一ってギャーギャーうるさいけど世界がどうの前に目の前の私に集中しろ、余計なもん忘れるくらい熱くしてやっから、会見で七重に直接この思いを伝えたかったけど9月28日お前のこと破壊してやったから、そこんとこよろしく、そこんとこよろしくで、はい、コメントが届いております。じゃあ七重さんからもコメントをお願いします。はい、シードリングごと世界に向けて発信していきたいということを先ほどお伝えしたんですけれども、そういうなんて湧き上がるイメージの中で今一番明るく熱い炎が心の中で灯る相手、それが山下里奈だと思っています。なんでしょう、ここから熱の塊が生まれていくというか、こう熱くて強さを求めてひたすら戦うというものをビシバシこう届けるというか、山下里奈にぶつけてそこから先お客さんに伝えていくという戦いが、こう戦いをしているイメージがもうすでに膨らんでいます。シードリングでは21年目の始まりのカードとしてふさわしい、そう思ってます。でそこのとこよろしくとか言っていう発言で、まあ山下はよしこのことを意識してるんでしょうけれども、あの私はこの間8月14日ウェーブのリングで、実は浜田彩子に負けていまして、その時にまあ頭からぶっ刺さって、まあ、その後動けなくなるというすごく屈辱的な負けをしました。その相手が浜田彩子 と、山下里奈組ということで、まあ、山下から負けたわけではないとしても負けは負けと思ってますので、その辺も含めてやり返したいなっていうのがどうしても心の中にありますし、
まあ、それを覆した上でさらに大きな高橋七重そしてシードリングになっていきたいと思っています。この試合ぜひ注目してください。よろしくお願いします。質問の方はよろしいですか。山下選手、何度かシードリング参戦してると思うんですけども、はい、どのように評価していますか、その山下選手の試合ぶりというか。はい、私あの2度目のシングルなんですけど、初対戦が、去年の年末12月にウェーブのリングで初対決で初シングルだったんですけど、その時に結構この発言いろいろなところでしてるんですけど、あ、こんな選手がいたんだっていう、すごい何でしょう、びっくりしたというか感動したというか、なんかその熱さがもう何だろう、熱さで震えるような試合だったので、なんか私はなんかこの選手に負けたくないとか絶対勝ちたいとかいう気持ちでいつもいるんですけど、この選手と試合したらいつか私は負けるかもしれないなって正直思わされたような選手で、こうシードリングで世界に行きたいっていう中でいつもシードリングに上がってくれてる選手には、世界となんか触れ合う機会だったり、こうもっと多くの人に見てもらえる機会だったりを、こう自分がなんかもっとこう示していけたらいいなって思う中で、まあ、今回の対戦相手として選んだっていう大きな理由があります、はい。シングルは、ね、シードリングでシングル久しぶりですか。3月以来です ね、はい、どうですか。そうですね、よしことのタッグも最近タッグチームらしくなってきたかなっていうのはあるんですけど、シングルこそもう何でしょう、一番大好きな高橋さんをアピールできる、こうなんか独り占めできる時間になるんで、で山下もお客さんも全て私がコントロールして、お客さんをワクワクさせた上で勝つ、そのイメージ描いた通りになればこういいなっていう感じです。やっぱりあの大会のジャンプアップってことで、はい、この一戦を機にしっかり内容と結果を残してまた次のステップみたいなとこもありますか。そうですね、このもうキーワードが世界ということで、世界の名のつくもの、それがもう言ってしまえばプロレスではなくてもなんか異種格闘技なのかわからないですけど、そういったものでも何でも挑戦していってこうやっていきたいという気持ちはありますね。だからジャンプアップ、いろんなジャンプアップしていきたいっていう思いがあります。前回の試合テーマは支離滅裂、はい、だって今回の試合のテーマは四文字熟語で、四文字熟語ですね。急に言ったろ。前後祭壇で過去も、過去も未来も断ち切って今に集中する、はい、今しかできないこの戦いを見ていただきたい、そしてぶつけたいと思います。はい、すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。シングルマッチ、ヨシコ対アジャコング決定します。こちらはシングル初対決となります。よしこから。はい、正直このカードを聞いてびっくりしてます。でもシードリングだからこそ実現できたカードだと思ってます。アジャコングとは初シングルになるんですけれども、やっぱり、超えていかなきゃいけない壁だと思ってますし、自分だったら
超えられる可能性はたくさんあるんじゃないかなと思ってます。で、この今回の大会でこのカードが組まれたということは、やっぱり自分はここでその超える瞬間をお客さんに見したいなと思ってますので、28日楽しみにしておいてください。今回の、この全カード発表されましたけど、まだ試合順とか決まってないですよね。試合順は決まってないです、はい、ということでここでこのカードが組まれたからには自分はメインに立ちます。お願いします。メイン立つの？立ちます。自分はメインで行きます。行きます。メインしかありませんね、自分がメインに。その覚悟があるっていうこと？そうです。その覚悟の意味分かってる？分かってます。私もシードリングでずっとメインに張ってきて、それは当たり前のことだとはちっとも思ってなくて、高橋の内がやってるからメイン立つなんて思ってない。でも選手として純粋に簡単に譲るつもりもない。だ、言ってる意味分かってんのか？分かってます。でも自分はここでアジャコングとのシングルが決まって、やるなら自分はシードリングのメインでやりたいんで、そこは自分もメイン立つ覚悟はできてます。それはまあよしこの思いとして今聞きましたので考えますよ。お願いします。質問をお願いします。過去に何度かタッグで対決アジアさんとはしてると思うんですけども、対戦した印象など、はい、そうですね、やっぱり誰もが知ってる女子プロレスラーだと思いますし、体格で立って対戦してもやっぱそういうのはひしひし感じる、試合してても感じるんですけども、そう言ってみんなが思ってる怖い強いアジャコングに自分が勝ったら、それはやっぱり世代交代というか、何かが女子プロレスの何かが変わっていくんじゃないかなと思ってますので、それを28日の後楽園で自分は起こしたいなと、メインで起こしたいなと思ってます。ブラケンって受けたことあります？これはことあります？ないです。ないです。はい。そんなすごいんですか？どんなもんなのかなっていう感じですけど。自分の戦闘能が威力あると思います。どうでしたか？飛ぶよ。意識が。歯飛ぶ歯。それ高さない。